はい、こんにちは、ジャンゴです。今回キャップゼロの動画を撮っていこうと思うんですが、これかな、超激戦勝利への投資について今までねちょっとねスルーしてた部分があるんですよ。結構きついものだし、高難易度でもねチャレンジ系と違って体力使わなきゃいけないんでちょっと敬遠してたんですが、まあ入門編をねちょっと一回ねやってみようかなと思いまして、で入門編の相手のチーム力70万なんですけど、まあねイベント限定ルールってことでね、ここね南葛 SC と南葛町の選手は全能力 100% アップ、それ以外の小学生は 50% アップってことで、まあ中学生編が始まった時にね小学生ちょっと置き去りになっちゃってたのを救済するためのイベントで元は始まってて、で小学生チームを組んでね挑むっていうのが、基本の攻略法だったはずなんですが、まあ俺ねちょっとね小学生、まあボーナス見るとねこんな風に小学生選手がずらっと並んでるんですけど、まあねなんて言えばいいかな、このねあのボールは友達の翼くんがいないと正直小学生チームって辛いんですよ。まあボールは友達の翼くんかこっちのまあプロを目指しての若林くんかな、この2人のねどっちかやっぱりいないと小学生だとねステータスがやっぱ弱いですよね。まあもちろんね 100% 南葛のメンバーをアップするとか他でも 50% アップするってことで考えると、まあ小学生チーム編成した方が中学生よりいいのかもしれないんだけど、まあでもね中学生のスキルは装備できなかったりっていうのもあるし、ちょっと小学生の育成が俺進んでないので、このね入門編に今回ちょっと普段使ってるベストメンバーで行ってみようかなと思うんですよ。優秀選手とかが来てね結構普通になんだ小学生 100% アップとかそういうのなしで中学生で行ってもまあ70万ぐらいのチーム力ならまあね同盟ボーナス含めたらね70万ぐらいあるからいい勝負できるんじゃないかなと思って、まあ挑んでないからね分かんないんだけど、そんな感じでちょっと今回入門編をね小学生なしで行ってみようかなと思いますって感じかな。まあ15スタミナだしね気軽に行ってみましょう。心配するなみんな、シュートは全てこの若島津健が止めてみせる、当然この試合も俺たちが勝つ。さあどうしようかな、2倍で見るか。まあ技能とかもあるしね、導入されたばっかりの頃から比べたらかなり勝ちやすくはなってるはずなので、三角蹴り素のシュートに使われるのちょっとやだな。これは試合20分なのかな、まあちょっと前半が終わればわかるんだけど、あミラクルを止めてくれるかどうかって結構重要。これどうすかダメか、ミラクルじゃなきゃ止めれそうだね。こっちもミラクル行こう、エックルして岩石してコンビプレシューとか、これが決まる。よしよしよし、あいけそうだね。これ入門編なら普段使ってるチームでも十分いけるのか。おっとそうでもない、あーちょっと三角蹴り使わされてんのつらいな。
そしてハーフタイムやっぱ20分だね。まあ、開幕ミラクル、開幕ミラクルでエッフェルして、ああ押せてなかった、あれは素でミラクル押し、ああ素でエッフェルしただけか、なんてこった。軽技が危な、そしてダイレクトドライブ、これは決まるね、属性相性もいいし、よし、まあ、ちょっとねシュート、あシュートじゃない、キーパーのスキルがね前半使わされちゃったのが不安だけど、ちょっと聖剣まで素のスキルで打たさ、この辺ちょっと辛いな、危な、怖、ああいうの入るんだよたまに、ここでミラクルか、ちょっと辛いな、聖剣ディフェンスは残ってるはずだけど、聖剣ディフェンスは残ってるはずだけど、どうですか、あれ残ってないっけ、決まっちゃうじゃん、あまずい、同点、沢木くん、マジか、やっぱちょっと厳しいか、よし、カミソリ、これミラクルつながってくれれば、あーちょっとそれダメ、ちょっとそれダメ、あまずいな、負けたかこれ、もうあれだね、時間的には素のシュートにかけるしかないね、巧みなタックルで奪って杉くんとか打ってくんないかな、ちょっとあっダメかうわー間に合わない、ダメだったか、そうこうなっちゃうと、まあ15丸々は持ってかれないんだけど、スタミナねちょっと減っちゃうわけじゃん、いやー厳しいなというね、もう一回ぐらいやればいけそうだけどね、やっぱちょっと小学生混ぜて作戦練った方がいいのかなとか思うんですけど、まあ実際に今スタメンのキャラたちにつけてるスキルがだいたい中学生のスキルばっかりなので、ちょっと一から小学生編成し直すの大変だし、まあ、入門編だったらねこのメンバーで行ってくんないかなとか思ったんですが、ちょっとダメでしたね。はい、ってことで、まあそうですね、今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。もうちょっとなんとか、まあでもやっぱり小学生でちゃんと組んでやるべきなのかな、まあもともとのコンセプト的にも小学生救済イベントなわけだしとかは思いますけど、まあとりあえずね今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。勝って